アンドリュー・スコット・ベイリーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、カムデン・グ部ブアーヒーズ・タウンシップ出身の元プロ、野球選手、野球指導者、ウト右ミギ2020年シーズンより、MLB のサンフランシスコジャイアンツのブルペンコーチを、務める。少年時代は、熱狂的なフィラデルフィア・フィリーズファンとして育った。2005年の MLB ドラフト16巡目で、 ミルフォーキーブルワーズから指名されたが、契約には至らなかった。オークランドアスレチックス時代2006年の MLB ドラフト6巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、6月20日に契約。契約後、参加の A-9 バンクーバーカナディアンズでプロデビュー。13試合に登板して2勝5敗、防御率2.02、53奪三振を記録した。2007年は、 a 級、ケーンカウンティクーガーズ a 級ストックトンポーツトリプル a 級サクラメントリバーキャッツでプレー。a 級ストックトンでは11試合に先発登板して3勝4敗防御率3.8272奪三振を記録した2008年は a 級ミッドランドロックハウンズでプレーし37試合に登板して5勝9敗防御率4.32 110奪三振を記録した。2009年4月4日にアスレチックスとメジャー契約を結び、6日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。その後はブラッド・ジーグラーに代わり、クローザーを務め、オールスター初選出を果たした。この年は68試合に登板し、26セーブを記録した実績を認められ、アメリカンリーグの新人王に選出された。 2010年3月8日にアスレチックスと1年契約に合意した。この年は47試合に登板して1勝3敗25セーブ、防御率1.47、42奪三振を記録した。7月には2年連続でオールスターに選出された。2011年2月27日にアスレチックスと1年契約に合意。 この年は42試合に登板して0勝4敗24セーブ、防御率3.24、41奪三振を記録した。2011年12月28日に、ジョシュレディック、ラウル・アルカンタラ、マイルズ・ヘッドとのトレードで、ライアン・スウィーニーと共にボストン・レッドソックスへ移籍。2012年1月25日にレッドソックスと390万ドル。 出来高10万ドルの1年契約に合意したが、シーズン開幕直前の4月4日に、右手親指の再建手術を受けるために、故障者リスト入りした。復帰したのは8月14日だった。最終的に19試合の登板で、防御率7.04と期待を裏切る結果となった。2013年1月18日にレッドソックスと1年契約に合意。 この年は中継ぎとしてシーズンを迎えるが4月中旬に抑えのジョエル・ハンラハンが故障者リスト入りすると代わりの抑えとして指名されたその間8セーブを記録するも肩を故障し先線離脱する MRI の結果右肩関節唇の劣傷と判明7月24日に手術を受けそのままシーズンは終了した オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2014年2月22日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び3月7日に入団した。この年は前年の手術の影響でシーズンを全休した。オフの11月4日にヤンキースが球団オプションを破棄したが8日にマイナー契約で再契約した。2015年9月1日にメジャー契約となり アクティブロースター入り、2年ぶりにメジャーのマウンドに登ったが、10試合の登板で防御率5.19を記録した。オフの11月4日に FA となった。2015年12月17日にフィリーズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加のトリプル A 級。 リーハイバレーアイアンピックスで迎えたが、4月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月2日にリーフとなり、6日に自由契約となった。フィリーズを出るまでに33試合にリリーフ登板し、3勝を挙げたものの防御率6.40と打ち込まれた。2016年8月13日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、 参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズへ配属された。9月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。エンゼルス加入後は12試合に登板し、クローザーも務めて防御率2.38、6セーブをマークするなど復活した。シーズン全体では45試合の登板で3勝1敗、6セーブ、防御率5.36、 ホイップ1.33という成績だった。11月3日に FA となったが9日に1年100万ドルでエンゼルスと契約を結んだ。2017年は右肩の怪我で長く故障者リストで過ごしたため4試合の当番にとどまった。2018年2月26日に現役引退を表明し、今後は エンゼルスのコーチ補佐とリプレイコーディネーターを務めることが報じられた。2019年シーズンにはエンゼルスのブルペンコーチに就任した。2020年シーズンからはサンフランシスコジャイアンツの投資コーチに就任した。ありがとうございます。